うわ失敗。あーこのがねうまいらしいんで炭酸水箱買いしました。相当うまそうだな。これでカロリーゼロってやばいな。さあ決めていきましょう。クオスのラムネフレーバーいただきます。いってきます。乾杯。うわ失敗。あーきつ。あー冷た。くー、いやーガブッと決めてやろうと思ったんですけど失敗しましたね。ラスト飲み切りましょう。乾杯。あー確かにうめえ。結構ラムネ飲んでる感がありますね。箱買いしてよかったかなと思いますね。ということで気になった方ぜひねぶっ決めてみてください。一口でしょ、二口で飲めるんかこれ。スタバの新作飲んでください。買ってきましたブーフラペチーノ。ぶっ決めてみるか。さあ行ってみましょう。いただきます。うん、おー店員さんにこれ何の味ですかって聞いたらパンプキンって言ってましたね。確かにそんな味だ。一口でしょ、二口で飲めるんかこれ。もう一口いってみますか。いただきます。うん、ほぼほぼ二口で飲んじゃいましたね。あーぶっ決めた。ぶっ決めるか。ゲーミングカップヌードルゲーミングカレー飯。カフェイン、アルギニン、ナイアシンが入ってると。これは焼きそばですね。湯切りをしてこよう。さあどうですか。こんな面構えしてます。うんー、カレーっぽくない。こっちはね、めちゃくちゃうまそう。やばい、混ぜたらカレーっぽくなってきた。こんな感じになりました。めちゃくちゃうまそう。カレー飯の方からね、いってみましょう。いただきます。普通にカレーライスやん。ちょっと辛めのカレーライスかな。これ匂いうまそうですね。エナジーガーリック黒胡椒焼きそば。いただきます。いってきます。乾杯。うまい。味が濃い。うん、一応ね食べ比べしてみましたけどテンション上がったのはこっちでしたね。